こんばんは。ウェザーニュースキャスターの白井ゆかりです。全国の明日の天気をお伝えします。明日は広く晴れて穏やかな天気となりそうです。沖縄那覇でも日差しがしっかりと届きますが、雲が広がるとにわか雨の可能性があります。空の変化にはご注意ください。また西日本から東日本エリアでも広く晴れの天気となっていきそうです。ただ九州エリア南部では高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込むことによって弱く雨の降る可能性があります。北部の地域でも前線が近づくことによって夜は雨の降ることがありそうです。帰りが遅くなる方は折りたたみ傘をお持ちください。東日本から東北のエリア、日本海側の地域でも明日は日差しが期待できます。貴重な日差しとなりますので日差しの有効活用を行ってください。北海道でも広く晴れの天気となりますが、日本海からは前線が近づいてきます。午後の時間帯からは雪やみぞれが降り出すところが多くなりそうです。沿岸部では風も強まりますのでご注意ください。西日本、東日本、日差しが届く地域では昼間は日差しの暖かさを感じられそうです。北日本では日差しが届いていても冬の寒さは続いていきます。暖かい服装でお過ごしください。以上、全国の明日の天気をお伝えしました。今日も一日お疲れ様でした。